恋の人の名前を言うわ。これだわ。うん、行こう。でもこれ。まあないと思うんだけど、あの私の住んでた村は狭いからもうあそれもう特定されたわ今。しかもこれ完全にネットだから全然見られるわね。もう今香川県で特定されて祭りよ。しかもね。よいしょ、スゴロくん。さあ、ロールプレイングゲームの原点、それはスゴロク。勇者の印、現金1万円をかけた勇者スゴロクで互いの勇者プレを競ってまいりましょう。さあ、中村くん。おい中村くん、やる気出してやる気。あ、これカメラ引いてもらったらね、どうして我々が粘ってるか理由がわかるんじゃないかなと。そうね、全然わかりますね。まあこの後また出てくるから。ああもう、もういいか、もういいか、もう恥ずかしい、ね、一緒に、ね、さあ、ね、あの、現金1万円もらえるんですよ。はい、現金1万円くれよ。いやいや、違う違う、上がったら、上がったら、上がったらです。上がったらね、あの、現金1万円がもらえるスゴロクをこれから2人でやります。うそ、はい、そんな賭博が行われてんの。過去にですね、ニコ生で、ニコ生でね、ニコ生でまさに行われるけど、そんな闇のゲームみたいなのが行われてんの。ドキドキするね。ちなみにですね、ルキ役の茅野さんは、それをもらって、うん、おばあちゃんと美味しいものを食べに行きました。嘘。有意義な使い方していいの。スタッフのポケットマネーから、あの、あ、そうなの、出てくるの。そうなんだ。そうなんです。スタッフ1人が1万円ずつくれればいいの。そうだね。それでも別に、これやらなくて、ああ、なるほど、そういうシステムね。5、6万になるだろ。5、6万じゃないね。今いる数だと結構な額だよ。え、10万オーバー ?10 万オーバー。やったー。だって、外にいる人たち合わせると、だってもう多分15ぐらいいっちゃうよ。うちのマネージャーからも取る。それはちょっと勘弁しちゃってくんねえか。わかりました。まあ、1万円でいいです。1万円で大丈夫ですか。はい、1万円いただきます。さあ、ということで、それではですね、はい、現金1万円のために、いや、真の勇者の称号のために、勇者すごろく冒険のスタートです。さあ、最初にどっちから行くか。どっちから行くかな、はい、先行後攻。はい、じゃあこれは何か勝ったら、勝ったら先攻。はい、最初はグルーじゃんけん。はい、アイクでしょ、アイクでしょ。じゃあ私先行からね。あれ、これ変わりましたね。今までね、ちょっとね、なんかゲル状のやつとコウモリ状の半径に引っかかるような感じのやつがいたんですけど、もうちょっと動画だから、うん、そうそうそう、動画だからそういうのちょっとみたいな。今回ね、でこのね、はい、あのカイジでおなじみのおなじみではないけど、あれおなじみかどうかわからんけれども。違う？これ違うんですよ。ペリカとかじゃないじゃないじゃない、ペリカじゃない、ペリカっていう。一番ペリカくれんの？怒るよそれだったら。大丈夫、ちゃんと円ですから。大丈夫か。はい、じゃあ早速参ります。行って行って。はい。五。五です。1、2、3、4、5。はい、自信のあるモノマネを披露して。やれよ、ほら、お前得意のあれだよ、あれ、あれ見せてやれよ。おっしゃ、やってやんぜ。はーい、ミスタークルース、チケラ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 中央。それは若本さんです。若本さんのマネなの。若本さんマネです。僕モノマネこれぐらいしかできません。あとはもう放送に載せられないものしかできません。何の真似続けている。え、これ、これで OK なの。これで OK なんですよね。もうな、あ、そうか、まあ、披露するだけだから、ね、別に披露するだけだから、うん、それでなんかこう、あのね、なんかこう、それ似てるねみたいなことは制裁を受けるわけじゃない、わけではない。わかりました、じゃあ、うん、次僕いきますね。はい、もう、なんかやりにくいな、これカメラの位置を考えるとやりにくいな、ね、あ、偉いね、さすが。21、2。普通、自分と演じるキャラで似ているところは、自分と演じるキャラでロスと似ているところ。まあでもね、いろんな人が中村雄一イコールロスって思ってる部分はあるわけですから。なんだろう、なんだろう、下野くんにパンチするとことかかな。アルバと、ああ似てるね。デュクシ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 ってやる、似てるね。どうかな。ああ、たまにあるもんね。うん、以上です。下野くんにリードをつけられる。さあ、それでは参りましょう。4、1、2、
三、四。何これ？あなたの勇者的なエピソードは何それ？どうしようかな。勇者的な？勇者的なエピソード。なんだろう、勇者、まあ、勇敢だったり。勇敢だったり、まあ勇者っぽい、なんかそういうね。勇者っぽいことだね。勇者的なエピソードか。なんかないの？酒の席でとか。ないの。勇者的なエピソードはないんだ。酒の席ではないね。そうだな。人助け？うん。してないな。してない。困ってる人に会ったことがない。困ってる人はね、困ってる人を目の前で助けてる人を見たことはあるけど、それだと。村人の墓地だね。だね。まあ、あとはまあ、だいたいイベントに出ると、若干勇者的な感じだよね。どういうこと？とりあえずなんかもう、その場をなんとかするっていうね。ピンチをこう、切り抜けるっていうさ。うん。どうする？俺戻るか？6つ戻るかみたいな。6つぐらい戻っとこうか、俺。いいよ。本当？大丈夫、大丈夫。とりあえず、うん、勇者的なエピソード、自分の思う勇者的だから。なんだろうなぁ。もう、今のでいいよ。今ので大丈夫？今のでいいよ。そうだよね。うん。いいと思う。いいよね。うん、じゃあもう、振っちゃう。優しいな。うん、振っちゃう。6だ。6。1、2、3、4、5、6。世界を征服したら何がしたい？俺なんか普通だな。世界を征服したら何がしたい？何がしたい？世界を征服したら、うん、とりあえず、北半球と南半球で男女を分けます。北半球に男子行ってもらいますね。で、南半球に女性行ってもらって、僕は南半球に住みます。ああ、なるほどね。はい。つまり、日本はもう完全に男しかいないってことだね。大体ね。大体なんだ。大体男ですよ。大体が男、はいはい。大体じゃないところは気になるけど、これはあんまり深く続きしないわ。はい。はい。じゃあ参りますね。これ、このままだと、振り出し戻ったりとかしないと、ほんとあっさり終わっちゃう。6、お前やりやがった。6、1。1、2、3、4、5、6。山本監督へメッセージを送って。監督にメッセージ。見てるよ、多分今。うん、あ、はい、山間、とりあえずですね、この間ちょっと飲み会やったけど、そのうちの一人が、山本監督から、なんか、メール送ったんだけど返事返ってこないんですよねって言ってるんで、返事返してあげてください。ちなみにこのスタッフの中にいます。あ、そうなんだ。うん。じゃあ仕事のメールじゃねえの、それ。仕事のメールじゃなくて普通になんかこう楽しかったです的なメールがね。昨日はごちそうさまでしたみたいなのを出したら、そう無視なんだ。そうそう、だからもう本当勇者的な感じですよ。もうだから出してくれたの。考え方を変えると山間はそのスタッフに全く興味がないんでしょ。なんか動揺してるやつ、どうなのかな。動揺してるやつ、どうなのかな。そうなのかな。うん、今なんか若干見えたけれども。そうね、うん、じゃあよし行こうこれね、うん、はい。5です。ほう。1、2、3、4、5。もうなんでだよ。上がりまでお姉キャラでプレイして。長いよ。お姉キャラって何なの？お姉、ね。まあだから喋り方だけ。あなただって お姉的なキャラ別の作品でやったりとかしてるじゃない。やってましたかね。やってたかなぁ。ちょっとわかんないなぁ。あんま頑張りすぎなくていいから。島野くんのその胸は鳩胸なの？鳩胸です。ちょっと後で触って、4ね。4。2、3、4。3マス戻る。1、2、3。初恋の人の名前を叫んで。下ちゃんの初恋の人の名前叫んじゃってよ。はい、わかりました。これを聞いてる見てるかわかんないけど、ずっと好きでした。あやー。ちなみにうちの姉ちゃんもあやです。お姉さんとなの？違う違う。
しもちゃんそれダメ、しもちゃんそれダメよ、分かってる分かってる、違うよ違うよ、あ違う違うよ違うね、違うよ、じゃあ私振るわね、出ちゃった飛び出ちゃった、もう枠に収まりたくないで飛び出ちゃった、4ね、1,2,3,4 これが言えたら勇者に挑戦、やっとちゃんとやらなきゃいけないやつが、そうね、これスルーすると大変だったんじゃないの、そうなの、第1回目がねそうなっちゃったのね、お前は釣られんなよ、ごめんごめん、いやなんとなくさ、はい、はい、こちら勇者ネームでいいの、勇者ネーム豚です勇者ネーム豚すげえ、言いますね、俺が言えばどんなセリフも名言だよね、なんなのこれ、なに俺がいけないのいけなくないよ、いけなくない、私がいけないの、中村くん何も悪くない、本当中村大丈夫大丈夫、じゃあしもちゃん振って振って、しもちゃん振ってしもちゃん振ってよ、しもちゃん3よ、戻るんじゃないのそれ、もう一回初恋の人の名前を呼ぶの、もう綾のことはいいわよ、2回目だ綾、しもちゃんもういいわよ、なんで俺姉ちゃんの名前言えばいいんだよ、これスタッフ3マス戻るの先考えて作ってよ初恋の人一人だから普通に本当よ何回でもいけるやつにしてよ、ここ逆じゃないかしら、そうなのよそうなのよ、うん、そう思うのよね、まあいいわいいわ、行くわ、本当全然釣られるわ、2だわ、2もう1,2,1,2,3 初恋の人の名前を言うわ、これだわ、うん、行こう。でもこれまあないと思うんだけど、私の住んでた村は狭いからもうあそれもう特定されたわ今、しかもこれ完全にネットだから全然見られるわね、もう今、うん、香川県で特定されて祭りよ、しかもね今ちょっとコメントの中にね出てきたのがね、中村恵里子さんが出てきたのね、中村恵里子じゃ、結婚しちゃってる、中村恵里子じゃもう繋がってるじゃない私、違うわよそれ、それじゃないよ、そう短絡的にやめて、やめてそういうことじゃないから、うん、そこじゃないわ、そうなのさあこれも抜けられるのかしらこれさあ行くわよ、はい、1お、これが言えたら勇者に挑戦、そうはいはい、こちらですね勇者ネームサンダーボルトさんからいただきました、来いよなくまるやはいはい、しもさん勇者じゃないんじゃない、これ言えてないわよ、うん、言える言える全然言えるよ、うん、俺は別に動揺してるわけじゃない、うん、怖いよ中村、怖いのか全然動揺してねえ、全然噛んだりとかしてねえし、俺全然噛んだりとかしてねえし、絶対してねえ、これは考えた人は何考えてるこれリスナーは何考えてんの、コマンドのセリフ、コマンドのセリフだろ多分ね、そこまでは考えてないと思うけど、来いよベネットそこまでは考えて、銃なんか捨ててナイフで勝負だ、そこまではそこまでは考えてない、メイトリックスっつって、ああもういいか、そんなんいいか、コマンドはいい、コマンドの最後のワンシーンはいいか、じゃあ俺ね、あ私ね、6、おあれ1,2,3,4,5 振り出しに戻ったね、振り出しに戻ったわようわーこれ怖いな、1万円遠のいたわよ、そうね完全に遠のいたわね、しも、うん、ちゃんずっと初恋の人呼んでなさい連絡が来るかも、今だけはしもちゃんの携帯鳴ってない、あやから1、うわお前きつ上がりまでスクワットをしながらプレイ、スクワット、待ってごめんごめん、え、これこういうこと、あ、こういうことだ、しもちゃん、しもちゃん動画付きでよかったわ、ほんとね、動画付きでよかったんだけども、うん、これ知ってる、ラジオでも配信されるんだね、あラジオは意味不明だわ、うん、これ上がりまでやんの、おう、頑張ろうじゃん、これ、振らなきゃどうなるの、そうね、振って、振って、振らなきゃ、振らなきゃしもちゃんのももがパンするの、そうだね、じゃあ振って、じゃあ振ってあげますわ、振って、
1です。1もうちょっと待って、あ上がりまでデブキャラでプレイだからデブのお姉なの。シマちゃんの分じゃないのこれ。シマちゃん、シマちゃんやりなさいよ。スクワットしながらタイムロってさ、シマちゃん、シマちゃん1、はい、3マス戻る。じゃあスクワットしながらアヤのこと呼んでよ。アヤアヤアヤ、もういいわよ、もういいわよ、もうじゃあ早めに回すわ。早くして1だわ。自分とロスで似てるとこ、自分とロスで似てるところね。ゆっくり喋んないで、もう見た目見た目見た目見てる、見た目見てる。なんであなたが決めるの。じゃあもういいわそれで、はい、早く俺が上がりたい。3なんで、もう一回123123で、あやを呼んでくれる。しもちゃん、しもちゃんスクワットをしながら早くあやを呼んで。もう振るわよ、やばい、どうしよう。今しもちゃんまた1だわ。なんでなんだよ。どうして1しか出ないんだよ。対戦相手のいいところを教えて。しもちゃんのいいところ考えるわね。しもちゃんは頑張ってるでいいから。しもちゃんはね、ハトムネ、ハトムネいいね、そうだね、ハトムネ。ちょっと待ってくれ。じゃあ4、あ抜けた、抜けた。123、対戦相手に斬新なニックネームをつけて。斬新、マイク外れてるわよ。もうなんかいいんだよ。使い込みティッシュ。あこれね。あ、行くわよ。行くわよ。2だわ、2。あ、自信のあるモノマネを披露だって。モノマネか。どうしよう。すいません、本当にこれずっと。何でしょう。じゃあ、モノマネ、じゃあうるせえな、おめえ。モノマネすんだよ、わしが。モノマネね。いや、だからエモリはさ、ダメなんだよ、ほんとに。言ったの、うちのシノが言うんだよ。大丈夫か？大丈夫、大丈夫。あんぱんなんだけど、もう、なんか。ちょっと、おい、ちょっと、どこ？4ね。4。1、2、3なんだけど、上がりなんだ。あ、上がりよ。しもちゃん上がりよ。早く仕切ってよ。そうか、俺か。はい、さあ今回の真の勇者は下野さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、それでは真の勇者下野さんには誰それから、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 はい、まずこれ、こちらですね。こちら1万円しっかり、はい、ありがとうございます。あと何か読むんじゃないの。あ、これね、真の勇者、はいはい。さあ、こちらですね、静岡県にお住まいの勇者ネーム、趣味、K-E-I-R-E-N、ケイリンさんからいただきました。はい。ああ、そうそう。2期3期のスポンサーは、俺がやるから。じゃあ1万円返すよ。いやこれはほら、とりあえず預かろうか、ある種の投資だからこれ。ああそう、俺に1回預けてっていう。それが増えて帰ってくる。全然何かしで増えて帰ってくる。そうそうそう、何千倍にもなって増えるからっていう。ああそう、じゃあまあ楽しみにしてますよ。続編の際は楽しみにしてますけど。さあ、ということで、うん、このコーナーで叫んだ、困難または、あ、せっかくだったら中村さんにも言わせないと。僕も言います。何をもってしてせっかくなのか。俺勝ったのにな。あ、負けたのにな。負けたから、ね、じゃあはい、はい、じゃありょんりょんさん、はいはい、ほらこれが欲しいんだろ。欲しいならもっと俺を喜ばせてみろよ。何なの。何なのこれ。さあ、おい流すのかよ。こちらのお前さ、
だってどう触れていいものやら。触れなくていいか。大丈夫よ、うん、ただね問題なのは、うん、このフレーズなんですけれども、はいはい、アニメロミックスから着売室として配信されます。今のが。そうです。俺を喜ばせてみろよ。まあでも欲しがってる人は。シノがさ、喜ばせてみろ。待って待って待って、アキラでした。アキラだった。アキラだった。アキラだったの、あれ、はい、そうなんだ、はい、じゃあ、まあ、皆様ですね、着ボイスとして、まあ、ダウンロードしたらですね、アキラとして聞いてください。はい、はい、配信スケジュールはですね、番組の最後にご案内しますので、お聞き逃しなく。以上、勇者すごろくでした。おお、頑張ろうじゃん。これ振らなきゃどうなるの？そうです。振って振って振らなきゃ、振らなきゃしもちゃんのももがパンするの。そうだね。じゃあ振って、じゃあ振ってあげますわ。振って1です。1。もうちょっと待って、あ、上がりまでデブキャラでプレイだから、デブのお姉なの？しもちゃんの分じゃないのこれ。しもちゃん、しもちゃんやりなさいよ。スクワットしながらサイコロってさ。しもちゃん、しもちゃん、1、はい、3マス戻る。じゃあスクワットしながらあやのこと呼んでよ。あやあやあや、もういいわよ、もういいわよ、もう。じゃあ早めに回すわ。早くして。1だわ。自分とロスで似てるとこ、自分とロスで似てるところね。ゆっくり喋んないで、もう見た目見た目見た目見てる、見た目見てる。なんであなたが決めるの。じゃあもういいわそれで、はい。早く、俺が上がりたい。3なんで、もう一回、1、2、3で、あやを呼んでくれる？しもちゃん、しもちゃん、スクワットをしながら早くあやを呼んで。もう振るわよ。やばい、どうしよう、しもちゃん、また1だわ。なんでなんだよ。どうして1しか出ないんだよ。対戦相手のいいところを教えて。しもちゃんのいいところ考えるわね。しもちゃんは頑張ってるでいいから。しもちゃんはね、ハトムネ。ハトムネいいね。そうだね、ハトムネ。ちょっと待ってくれ。よし、はい、4。あ、抜けた抜けた。1、2、3。対戦相手に斬新なニックネームをつけて。斬新、マイク外れてるわよ。もうなんかいいんだよ。使い込みティッシュ。あ、これね。あ、行くわよ。行くわよ。2だわ、2。あ、自信のあるモノマネを披露だって。モノマネか。どうしよう。すみません、本当にこれずっと。何でしょうか。じゃあ、モノマネ。じゃあ、うるせえな、おめえ。モノマネすんだよ、わしが。モノマネね。いや、だから、エモリはさ、ダメなんだよ、ほんとに。言ったの、うちのシノが言うんだよ。大丈夫か？大丈夫、大丈夫。全然、本当になってきた。もう、なんか。ちょっと、おい。ちょっと、どこ？4ね。4、1、2、3なんだけど。上がりなんだ。あ、上がりよ。しもちゃん、上がりよ。俺たち合わせると、だってもう多分15ぐらいいっちゃうよ。うちのマネージャーからも取る。それはちょっと勘弁しちゃってくんねえか。わかりました。まあ、1万円でいいです。1万円で大丈夫ですか？はい、1万円いただきます。さあ、ということで、それではですね、はい、現金1万円のために、いや、真の勇者の称号のために、勇者すごろく冒険のスタートです。さあ、最初にどっちから行くか。どっちから行くか、ね、はい、先行後攻。はい、じゃあこれはなんか勝ったら先行。はい、最初はグル、じゃんけん、はい、アイクにしょ、アイクにしょ。じゃあ私先行。あれ、これ変わりましたね。今までね、ちょっとね、なんかゲル状のやつとコウモリ状の半剣に引っかかるような感じのやつがいたんですけど、もうちょっと動画だから、うん、そうそうそう、動画だからそういうのちょっとみたいな。今回ね、でこのね、はい、あのカイジでおなじみのおなじみではないけど、おなじみかどうかわからんけど、違う？これ違うんですよ。ペリカとかじゃないじゃないじゃない、ペリカじゃない、ペリカっていう。一番ペリカくれんの？怒るよそれだったら。大丈夫、ちゃんと縁ですから。大丈夫か。はい、じゃあ早速参ります。行って行って。はい。55です。1、2、3、4、5。
はい、自信のあるモノマネを披露してやれよ、ほら。お前得意のあれだよ、あれ、あれ見せてやれよ。おっしゃ、やってやんぜ。はーい、ミスタークルース、チケラ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 中央。それは若本さんです。若本さんのマネなの？若本さんマネです。僕、モノマネこれぐらいしかできません。あとはもう放送に載せられないものしかできません。何のマネ続けている？え、これ、これで OK なの？これで OK なんですよね。もうな、ああ、そうか、まあ、披露するだけだから、ね。別に披露するだけだから、うん、それでなんかこう、あのね、なんか、こう、それ似てるねみたいなことは。制裁を受けるわけではない。わけではない。わかりました、じゃあ、うん、次僕いきますね。はい。もう、なんかやりにくいな、これ。カメラの位置を考えると、やりにくいな、ね。あ、偉いね。さすが。2。普通、自分と演じるキャラで似ているところは。自分と演じるキャラで、ロスと似ているところは。まあでもね、いろんな人が中村雄一イコールロスって思ってる部分はあるわけですから。なんだろう。なんだろう。下野くんにパンチするとことかかな。アルバと。ああ、似てるね。デュクシ、デュクシ、デュクシ、デュクシってやる。似てるね。どうかな。ああ、たまにあるもんね。うん。以上です。いかんの下野くんにリードをつけられた。さあ、それでは参りましょう。4、1、2、3。4、何これ？あなたの勇者的なエピソードは何それ？どうしようかな。勇者的な、勇者的なエピソード、なんだろう。勇者、まあ、勇敢だったりコマンドはいい。コマンドの最後のワンシーンはいいか。じゃあ俺ね、あ、私ね、6、お、あれ、1、2、3、4、5。振り出しに戻った、ね、振り出しに戻ったわよ。うわー、これ怖いな。1万円遠のいたわよ。そうね、完全に遠のいたわね。しもちゃんずっと初恋の人呼んでなさい。連絡が来るかも。今だけはしもちゃんの携帯鳴ってない、あやから。お、1。うわ、お前きつ。上がりまで触るをしながらプレイ。スクワット。待って、ごめんごめん。え、これこういうこと？あ、こういうことだ。しもちゃん、しもちゃん動画付きでよかったわ。ほんとね、動画付きでよかったんだけども、うん、これ知ってる？ラジオでも配信されるんだね。あ、ラジオは意味不明だわ、うん、これ上がりまであんの？おう、頑張ろうじゃん。これ、振らなきゃどうなるの？そうね、振って振って振らな、お願い。振らなきゃしもちゃんの桃がパンするの？そうだね。じゃあ、振って、じゃあ振ってあげますわ。振って1です。1。もうちょっと待って、あ、上がりまでデブキャラでプレイだから、デブのお姉なの？しもちゃんの分じゃないのこれ。しもちゃん、しもちゃんやりなさいよ。スクワットしながらサイコロってさ、しもちゃん、しもちゃん、1、はい、3マス戻る。じゃあスクワットしながらあやのこと呼んでよ、早く。あやあやあ、もういいわよ、もういいわよ、もう、じゃあ、早めに回すわ。早くして。1だわ。自分とロスで似てるところ、自分とロスで似てるところね。ゆっくり喋んないで、もう見た目見てる。なんであなたが決めるの？じゃあもういいわよ、それで、はい。早く、俺が上がりたい。3なんで、もう一回、1、2、3で、あやを呼んでくれる？しもちゃん？しもちゃん、スクワットをしながら早くあやを呼んで。もう振るわよ。やばい、どうしよう、今。しもちゃん、また1だわ。なんでなんだよ。どうして1しか出ないんだよ。対戦相手のいいところを教えて。しもちゃんのいいところ考えるわね。しもちゃんは頑張ってるでいいから。しもちゃんはね、ハトムネ。ハトムネいいね、そうだね、ハトムネ。ちょっと待ってくれ。よいしょ。4、あ、抜けた、抜けた。1、2、3。対戦相手に斬新なニックネームをつけて。斬新、マイク外れてるわよ。もうなんかいいんだよ。3、使い、1、2、3、4、5、6。山本監督へメッセージを送って。監督にメッセージ見てるよ、多分今。あ、
はい、山間、とりあえずですね、この間ちょっと飲み会やったけど、そのうちの一人が山本監督からなんかメール送ったんだけど返事返ってこないんですよねって言ってるんで、返事返してあげてください。ちなみにこのスタッフの中にいます。あ、そうなんだ。うん。じゃあ仕事のメールじゃねえのそれ。仕事のメールじゃなくて普通になんかこう楽しかったです的なメールがね、昨日はごちそうさまでしたみたいなのを出したら、そう無視なんだ。そうそう、だからもう本当勇者的な感じですよ。もうだから出してくれたの。考え方を変えると山間はそのスタッフに全く興味がないんでしょ。なんか動揺してるやつ、どうなのかな。動揺してるやつ、どうなのかな。そうなのかな。うん、今なんか若干見えたけれども。そうね、うん、じゃあよし行こうね、うん、はい、5です。ほう、1,2,3,4,5。 もうなんでだよ。上がりまでお姉キャラでプレイして。長いよ。お姉キャラって何なの。お姉、ね、まあだから喋り方だけ。あなただって お姉的なキャラ別の作品でやったりとかしてるじゃない。やってましたかね。やってたかな。ちょっとわかんないな。あんま頑張りすぎなくていいから。島野くんのその胸は鳩胸なの。鳩胸です。ちょっと後で触って4ね。4 2 3 4 3。マス戻る。1 2 3。初恋の人の名前を叫んで。しもちゃんの初恋の人の名前叫んじゃってよ。はい、わかりました。これを聞いてる見てるかわかんないけど、ずっと好きでした。あやー。ちなみにうちの姉ちゃんもあやです。お姉さんとなの。しもちゃんそれダメ。しもちゃんそれダメよ。分かってる。違うよ。違うね。じゃあ私振るわね。飛び出ちゃった。もう枠に収まりたくないで飛び出ちゃった。4ね。1,2,3,4。これが言えたら勇者に挑戦。やっとちゃんとやらなきゃいけないやつが。そうね、これスルーすると大変だったんじゃないの。そうなの。先考えて作ってよ。初恋の人一人だから普通に。本当よ。何回でもいけるやつにしてよ。こここれ逆じゃないかしら。そうなのよ、うん、そう思うのよね。まあいいわ、いくわ。本当全然釣られるわ。2だわ。2もう1,2,1,2,3。初恋の人の名前を言うわ。これだわ、うん、いこう。でもこれまあないと思うんだけど、私の住んでた村は狭いから、もうあそれもう特定されたわ今。しかもこれ完全にネットだから全然見られるわね。もう今、うん、香川県で特定されてますりよ。しかも、ね、今ちょっとコメントの中にね出てきたのがね、中村えり子さんが出てきたのね。中村えり子じゃ、結婚しちゃってる、ね、中村えり子じゃもう繋がってるじゃない私。違うわよそれ。それじゃないよ。そう短絡的にやめて。やめて、そういうことじゃないから。うん、そこじゃないわ。そうなの。さあこれも抜けられるのかしらこれ。さあ行くわよ。はい。1、うん、これが言えたら勇者に挑戦。そうはいはい、こちらですね。勇者ネームサンダーボルトさんからいただきました。来いよなくまるや。はいはい。下野さん勇者じゃないんじゃない。これ言えてないわよ、うん、言える全然言えるよ、うん、俺は別に動揺してるわけじゃない、うん、怖いよ中村。怖いのか。全然動揺してねえ。全然噛んだりとかしてねえし、俺全然噛んだりとかしてねえし、絶対してねえ。これは考えた人は何考えてる。これリスナーは何考えてんの。コマンドーのセリフ、コマンドーのセリフだ。
分ね、そこまでは考えてないと思うけど。来いよ、ベネット。そこまでは考えてない。銃なんか捨ててナイフで勝負だ。そこまでは、そこまでは考えてない。メイトリックス。ああ、もういいか。そんなんいいか。コマンドはいい。コマンドの最後のワンシーンはいいか。じゃあ、俺ね。あ、私ね。6。お、あれ1、2、3、4、5。振り出しに戻った、ね、振り出しに戻ったわよ。うわー、これ怖いな。1万円遠のいたわよ。そうね、完全に遠のいたわね。しもちゃん、ずっと初恋の人呼んでなさい。連絡が来るかも。今だけはしもちゃんの携帯鳴ってない、あやから。お、1。うわ、お前きつ。上がりまで。スワークをしながらプレイ。スクワット。待って、ごめんごめん。え、これこういうこと？あ、こういうことだ。しもちゃん、しもちゃん動画付き。